こんにちは。なぜそんな風に私を見ているんですか？まさか私の働きぶりにご不満でも？ナビゲーター様、そろそろお目覚めの時間です。朝食をご用意しました。今日もお仕事お疲れ様です。ホットミルクをお持ちしましょうか？ナビゲーター様、お役に立てることがあれば何なりとお申し付けください。また来たの？もう営業時間外なんだけど。ご覧の通り私はメイドです。お洗濯やお料理ができます。それからお望みでしたらお休み前に極東のお話なども。あのナビゲーターってやつ、本当に頼りになるの？私は。ああ、ナビゲーター様、いつからそこに？こちらは姉のマナエです。マナエ姉さんは優しくていつも私をかばってくれます。全部私が悪いんです。私が役立たずだから。でも頑張って働きます。お願いです、クビにしないでください。アストラ大陸へ働きに来るまで暗鬼に怯えて暮らす毎日なんて想像もしていませんでした。精神的苦痛は誰が保証してくれるの？気のせいでしょうか。最近急に転ぶことが少なくなった気がします。うんうん、サナエもそれだけ大きくなったってことよ。あんたと知り合ってからサナエはめきめき成長してる。そのうち姉離れする日が来るかもね。姉さん、そんなこと言わないで。フォアグラっておいしい。わっ、いらしたんですか？いえ、盗み食いしていたわけでは。ただちょっと空想にふけていただけです。ナビゲーター様、ありがとうございます。だってこんなに長い間クビにならなかったのは初めてなもので。ナビゲーター様ってもしかして白い巨竜にまたがって七色の雲を越えて私を迎えに来た伝説の王子様だったりして。巨像の中で飛んでる鳥、ケイトウというのですか？食べたらどんな味がするんでしょう。食べてはダメ？申し訳ありません。勝手にナビゲーター様のものを食べたりしませんから。実は仕事を始めたての頃メイドではなかったんです。新聞売り、ペンキ塗り、港で荷物運びだってしました。どれもすぐにクビになりましたけど。借金を完済できるんでしょう。ナビゲーター、ちょっとぐらい給料上げてくれてもいいんじゃないの？ねえ、ちょっと聞いてる？サナエをいつまでここで待たせるつもり？姉さん、ナビゲーター様になんて言い方を。申し訳ありません。いくらでもお待ちしていますから。嘘ではありません。喜んで働かせていただきます。あはん、まずはギャラの交渉が先でしょ。ああ、いってった。あ、すみません、マサトじゃないんです。私
サナエと言います。病院までおぶっていきましょうか。今度はきっと大丈夫です。美味しいご飯のようないい匂いがします。これでもうひもじい思いをしなくて済みます。姉と妹心は一つ。私ですか。これでいいんですよね。私、マナエ姉さん、お願い。あんたたち邪魔。えい。逃げる気させない。私、どうすれば。はあ、やっと勝てました。お給料が引かれちゃいます。白夜極光、雲島はとても綺麗なところです。そうとしか言いようがないわね。私なんかを受け入れてくれた影の町には感謝しています。はっ、親切なやつばっかりじゃないけどね。アルバイト、お金儲け、借金返済、おいしいものを食べる。アンキ、凶暴で人を食べるって怖いですね。あたしがいれば平気だって。ベセル様はとてもお優しい方です。私の食探しを根気よく手伝ってくださいました。マナエ姉さんはいつも私を見守っていて、困った時は助けてくれます。姉さんがいなければ私今日までやってこられませんでした。好きなもの、そうですね、食べることが好きです。こんな答えでいいでしょうか。嘘つきやクズはとっとと失せろ。ナビゲーター様はそんな人じゃないと思う。巨像ならあっという間に雲島に行けるかも。今はまだ帰る時じゃないわ。え、これを私に。詐欺かもしれないよ。ここまでよくしてくださるなんて。下心はなしにしてよね。ありがとうございます。あんたなかなか気前がいいわね。大好きです。プレゼントのことよ、調子に乗るんじゃないわ。もうダメという時にピンク色の髪の女の子に出会って、あの子がいなかったら私一生アストラ大陸行きの船に乗れませんでした。両親がいなくなった後はハンスケおじさんに引き取られました。あいつはろくでなしよ。牢屋送りになって当然。マナエ姉さんとは双子で、似ていませんか。あんたどこに目つけてんの。